PP 諸島、またはピ p ピ諸島は、太陽国、南部、クラビー県にある諸島の名前。PP 諸島の地図諸島は、北の PP ドーン島を中心に、ハートクラーン島、バンブー島、モスキート島があり、南には、PP 冷凍島を中心にサーマー島、マーヤーの奥島、ビーダー内島、ビーダーの奥島がある。PP ドーン島は、 二つの石灰岩室の島がもともとあり、その間がサスでつながった構造となっている。周辺の多くの島も石灰岩室であり、鍾乳道や会食道などを見ることができる。住民は主にイスラーム教徒のタイ族とシージプシー。タイ人の間ではリゾートとして外国人観光客の間ではマリンスポーツで賑わっている。言語はタイ語や英語が主体であるが、 国王の観光客に対応するためにスウェーデン語なども一部の店舗で使用される。もともとはいろいろあるビーチのうちの一つ選択肢でしかなかったが、レオナルド・ディカプリオ主演の映画、ザ・ビーチでロケ地として選ばれたことにより、内外からの観光客が激増し、顔サン通りのような無国籍の街となった。本来農業を営んでいた農民はこれにより、観光業に従事するものが多くなった。 これにより、島民の収入が増した一方で、物価も本土に比べ著しく上昇した。また、増え続ける観光客のため市街地が異常に拡大され、もともと広い平地を持たない島は、山を伐採してでも宿泊施設を建てるようになり、これにザ、ザビーチの映画撮影で元から進んでいた環境破壊が加わって、諸島の自然環境が激しく悪化した。友人島である、 pp ピー,ピー,ーン島近辺の珊瑚礁も破壊が著しい。岩山を活用したロッククライミングも行われている。ダイビングも盛んであるが、珊瑚礁の保護には無頓着であった。2018年2月、タイ国立観光局はあまりにも増加した観光客に対応するために珊瑚礁の保全に乗り出し、マヤ湾内での船の係留を禁止したほか、6月から9月に かけては、マヤ湾自体を閉鎖する措置を発表した。2004年、スマトラ島沖地震による津波が島を襲い、日本人を含む多数の死者を出した。特に、トンサイ湾とロダーラム湾に挟まれた平地部分は壊滅状態となったが、島の東部ロバーカオ湾等のビーチは全く影響を受けなかった。カイロのみのアクセスしかできない。プーケット、クラビーより定期便がある。 また、PP、冷凍にはビーチがあるが、宿泊施設はないため PP 島から船を雇っての、日帰りで訪問となるが、マヤビーチで一泊のキャンプを行うツアーが開催されており、それを利用すると同等に宿泊することができる。ありがとうございます。